ドラッグこうやってやってるやつもとにかくこういう発言の仕方、こういう考え方をするんです。この場合は私は寝たいなって言われるんです。原因があるから寝れないのに、何でもドラッグでもやってるから寝たいんだって言われる。でそれが依存症の依存症たるゆえ、臭いものを蓋をすることしか頭にない。これで人の話やろ、そのドラッグやめた方がいいんじゃない、やばくないそれって言って周りとか友達とか言ってても、この場合は旦那が言っててもね、お前なんぞ言われる筋あるかみたいな、専門家の先生が言ってるんでも間違いないみたいな話、今都合よく悪くなったからここに行っただけの話だから、本人が真剣に反省する心なんて微塵もあってきたわけじゃないですよ、こんなもん。そういう気がないから今まで十何年間やってきて、診察室に入ってからも言い訳ばっかりされてる。でもいやいやいや、そんなことはありません、ふざけんなって、とにかく嘘ばっか、嘘をついてるという自覚もある。本当にこうやってやってる人を辞める時は本当これに頼ってる俺って心の底からクズじゃないと思ってるから、クソやめれるんですよ。あなたにそれをみじんも感じない、だから言い訳する、いやそんなことありませんって、何を言っとんねん、今まで話聞いてなかったよ、お金もいらんからお金ください、お断りやん、やめれる要素を本人に感じない、勝手に自分で減らしてくれ、お断りします、だから私自身がやる気がありません、私はこんなふざけた野郎を、ね、協力したいとか助けるためにこの病院をやっているのではないんです。本人はここに来たのも言い訳だらけ、飲んでてもらって、ね、どうなっても私の知ったことではありません、今までやってきたことも全て自業自得、当然の結果だし、本読んでここに来ても言い訳されてるんだから反省する気なんてみじんもないんですよ。ここに来ることと反省することは何の関係もない、ここに来ることはあなたが依存する矛先を変えただけだ、気づいたわけではない、あなたに都合のいいことを求めてきただけだから、寝たい寝たいという話から始まった、あなたの悩みを解決するために病院があるわけではありません、あなたの生き方とか考え方とか根本的な問題がどこにあるかという考えるためだけにあって、はいはい、そんなことをあなたにから微塵も感じないのでお帰りください。頭投げたら何でもなると思ってたら大間違い、何万円つまり何千万つまりようが絶対やりませんから、次の患者おるんだから、はよ帰って、二度と来るんじゃない。